ます。役割は日本がちょっと同じ問題、コミュニケーション問題なんで、放水の時はね、すごく私、コミュニケーション担当、大学担当として、PR の、はい、PR でやってて、今まで5年間ぐらい、大学の代表で、ね、PR やってます。だから今日はちょっと何がやってたんかと、今の何を役割はね、洪水の時と、また起こるかもしれないで、はい、準備してみんな守って、ね、どうすればいいかコミュニケーションをします。はい、さっき前の先生、ユボン先生おっしゃった、全部タイのもの、私、助かりました。もう話さないでね。はい、これでもこれはちょっと、ユーモアで、フランスで、ね、サマリンで、ね、でもアメリカ、フランス、ロシア、イングリス、タイも上手ですね、これそのままこれは日本のトヨタが、イスズの日本車ですよ。ジャパニーズカー、ジャパニーズカー。So this is what happened. This is what 起こったんですね。はい、サマリンで、でも覚えてたんで。はい、このような大変なところですね。ブラガイで、もう、洪水はブラガイの中じゃなくて、周りの近所、全部、さっきユバ先生おっしゃったように、本当に大変だったんで、ブラガイは国の柱のスローガンで、Build up the kingdom だから、みんなに助かるな、なんとかやらなきゃいけない、ね、もちろん我々は広し、ね、なんていうかな、他のものは教えるのは上手、ね、でも他の役割も何でもやろうと思ったんだけど CFRC の、ね、プロジェクトを作ってこのフラッグリーフセンターを作って活動します。ホリスティックの感じで精神、体、ね、全部全体に、ね、みんながジュラダイが見守って助かりました。ホリスティックで、例えばジュラダイの今は新しいスポーツセンター作ったんですね。まだスポーツがまだ全然使ってないで一番目、みんながシェルターに、ね、例えばみんなもうちも入れなくて何も水がなくて電源もなくて大体2ヶ月間ぐらいもう長い長いで、スポーツスタジアム広い場所でみんなをテントを作って、ね、でも全部ジュラダイのお金で、ね、買ってみんな来てきてくださいと全部で台所、ね、食べ物とかこれも学生さん皆さんと一緒に学生さんがご飯とかいろんなこと皆さんがね初めて作った人もあったし、でもみんなボランティアで心から手伝って。医者さんも、医者さん、ジュラダイは医学部があってて、みんな医学部の学生も助かって、全部病気な人に、ね、見てて、それから精神的も、ジュラダイも精神的な 学校もあるし、19学部があってて、精神の専門もありますし、だから全部、手伝っていろんなこと、例えば仕事ない人は仕事を教えて、あともし仕事なくて家もなくてサラリーもなくてどうすればいいか、長い長い間にどうやって生きていけるか私たちが教える、これは大学の役割。これもさっきアチュラさんも何とか
にすごく突然来たらどうすればいいか、これはライフセーブ、ラスライフセービングですね。それがいろんなイノベーションを作って、これはさっきの電気のショック の、 あの機械をね、あのうち入る前に、うち入る前に、ね、電気まだあるかどうか、水いっぱいですよ、死んじゃうですから、この機械を買ってて、ね、これはジュラーダイ作ったんですね。安いものを全部作ったんで、あのライブの力で。もし買うなら、もし買ったらもうとても高い機械で、お金ないから、彼はまだ貧乏ね。だからパソコンとかって、あのね、これはもういいけど、でもこのようなローカル、自分で作れるものを作る。これは自分自身で守る。で、あの時私は全部あの非常事態の計画を、ね、私と学長といろんなあの学生全部一緒にして、毎朝2ヶ月のぐらい、毎朝全部みんな会議、私も 寝なくて痩せちゃったんですけどでももう戻ったんだけど、今三郎先生のおかげでいろんなこと、あの昨日もたくさんいっぱい食べたんでごちそうさまでしたで、私とチームですね、コミュニケーションのチームで、みんな若い人だけど皆さんと一緒に、これはジュラー大のスタッフですね。これあの時はあのユナイテッドネーション番国連すみません、ありがとうございます。国連のプレジデントね、あのジュラー大はモデルとして何をしたかちょっと見たいですけど、はい、あの書き出て、それからチームを作って、あのニュースを配ったんですね。それはとてもいい機会、ジュラー大にとってとてもいい PR ですね。なぜかというと、海外でニュース出たんですよ、ジュラー大の名前で。それから私の知識も何を作ったか、お金いらないで CNN とか NHK とか来て、全部私の知識が、ね、全部シェアノレッジ、ね、広くてとてもあの幸いだったんです。で、私たちのチーム、コミュニケーションチームは、この非常にもあのこの機械で、あの全部データを毎日モニターして、毎日何を出たかというと、新聞、インターネット、何でもニュース、全部マイナスとプラスを、ね、毎日全部レコードして、ね、毎日学長に伝える。今何を他の人の考え、ニューメディアの考え、私たちのイメージは何を、プラスイメージが、ネガティブイメージが、これはイバルエーションとしてメディアからのニュースを私たち学ぶ。いいですか。だから全部毎日チームも全然寝なくて、みんな全然寝なくて、特に1時間ぐらいちょっとあれですけど、大体みんなが働いてて、とても一緒に、ね、2ヶ月間ぐらい長い全部あの情報を集まったんで、さっきあのドクターリボのチャッターように、これトイレを全部ジュラーダイのイノベーションで、ね、だからみんなおしっことかいろんなことをこの辺に、ね、入れて、ね、で学生さん全部使ったんですよ、これ、ね、だから私たちレコードして、あの放送して、それからまたあの私たちも橋とか作ったんですね。これあのコミュニティにどうやってあの移動するか、これもあのエコロジーにとって、あのこのリサイクル、
木を作って橋を作ったんです。で、コミュニケーションとしてあの時は大体インターネットが大事。インターネットというのはもちろん便利がないと困るんですけど、今あの外の人、田舎の人とか、まあ、もう結構あの携帯持ってるんで、携帯スマートフォンであの Facebook とか使ってるんですね。だからパソコンなくてもあのモバイルであの携帯とかで作っててあの使ってて、ね、インフォメーションを受けるんですね。だから大事なのは、従来まだ洪水してないから早くあの知識とか何をするとか、さっき あの病気だったらどうすればいいか、全部ホリスティックで何でも、精神、体をあの食べ物とか全部、もしなあの困るなら私の情報を教える。SMS、あのスマートメッセージもあの携帯に送る。大体あの一番いいのはあの Facebook ですね。とても役に立つんです。アウトフォームをこれバーナーとかあのスティッカーとか、ね、大体これもやりました。それから会議でこうあの一緒にビジネスとあのジュラダイはもちろん大学だから、でもビジネスも一緒に、例えば会社もちろんお金があるから大学はちょっと貧乏だから、お金欲しい会社がお金欲しい、いろんなプロジェクトができるんですね。だからこういう会社と、さっきあの言ったように国連の番組もしてとてもいいイメージ、ね、大学にとって、それからさっき日本先生も言ったようにあの私たちの学部がテレビになっちゃうですね。日本先生も出たんですね。これは感謝の気持ち。あの洪水あと3ヶ月あとはね、大体みんな私たちに感謝してて、ね、これは全部私たちもあのレコードして大学の歴史とって、それとてもいいと思います、はい。で、あの洪水あとも、まだストップしない、続ける、仕事とか続ける。で、あの学長はショートタームプランとミディアムタームプランとノンタームプランも全部これ、あとコースはリストレーションですね。だけど一番大事なのはサステナビリティ、サステナブル。サステナブルというのはずっといつまでも自分でやれるもの、ね、例えば汚染されない、自分でできる、他の人に買わない、アメリカは買わない、日本ちょっと 買ってもいいけど、でも自分で耐えれる、ね、はい、サステナビリティ。だから自分でやってて、これは2つのリストレーションがあってて、コンストラクションというのは建物を作るとか、建物ペンキを、ね、ちょっと汚いところに、全部学生が、ね、ちょっと学生が面白いから彼女できるし、ね、結構できる、あのとてもあの面白いことですけど、あとはノンコンストラクション、これはパソコンのデータ、システムとか目が見えないこと、ものね。コンストラクションもあの掃除だけじゃなくて、あのこれは全部大学の先生がね、あの作ったんですね。家上、水、洪水また来れば、この家がね、フローティング、まだ大丈夫。台所、年金などがこの家に、ね、大丈夫。モデルをして、はい、これもさっき言ったように、パソコンのシステム、イバクエーションプランとか、全部どうやって
これは計画として準備をマニュアルでやってて準備して、もしまた洪水あればどうすればいいか、この全部バイブルのようなデータを集まって、シェアリングというのは全部大事なノーレッジ知識とか全部もし集まったら、私たちは本を作ったんですね。本とかテンプレートとか、それからアイディアは One Area One Rescue Team というのは、まあもうデータとか役に立つ知識も本とか全部インターネットでもね、みんなに伝えてて、みんなに学んで、それからもしも本当にあの時また洪水があれば、One Area One Rescue Team というのはワンチームで何でもできる。食べ物もできる、教えられる、医者も一緒にね、建物、うちも作れる、全部ホリスティックなアプローチ、一つのチームだけ、ね、行ってもいい。これは早い、ね、もう決める、パッパッパッ、全部スピードで、ね、誰も決めてない、一つの決めること。だからこれはアイディア、これ計画ですけど、いや、もし本当に、ね、成功だったら、またもっともっといいシステム作れると思います。ジュラダイもたくさんとても役に立つの研究をね、特に水について研究をたくさん毎日たくさん先生が研究を作ってて出版しましたけど、全部一つの例えばこれ一つ、どうやって水がね、もし水またものすごい、もし切れば、どうやって動くとか、これモデルとして、はい、だからこの意識、この研究の発表とか、どうすればみんなに伝えるか、どうすればみんなに使うか、もしそのまま研究パーッと、ね、先生の部屋だけあれば先生役に立たないでしょ。だから私たちの役割はみんなに世界に伝える。だからコミュニケーションとても大事ですね。これもまず皆さん世界に伝える前に、ジュラー大のメンバー、まずプライオリティ、ジュラー大フォース、ジュラー大の人たち、どうやって、もし洪水あれば私たちの大学の中とてもたくさん、ね、被害があったらどうすればいいか、これはまず準備、コミュニケーションエクイプメント準備、システムの準備、アクティベート、もっといい、とてもなんていうの、新しい効果的ね、IP、インターネットプロトコルというのは、まだなかったもの、今作ってるんですね。学内の中は、遠くても聞こえる。例えばシステム、さあ、今、地震だよ、逃げてくださいとか、全部みんなアナウンスして、今、洪水だよ、逃げてくださいとか、全部アナウンスをして、これは学内全部。学校は とても広いですから、大学。これも、もちろん、コミュニティ、近所さんも、大学の中じゃなくて、近所さんも、これ、インターネットプロトコルアナウンスメントあれば役に立つですね。これ、将来の。多分来年、はい、どうぞ。多分来年、できると思います。お金ちょっと高いですけど。だからさっきも言ったようにね、いろんなメディア、お金、全然使わずで、メディア、ただで、ね、だからイメージアップです。さっきも言ったように、どうやって、さっきは大学の中のコントロール、コミュニケーション、インフォメーションスタイル、それが2番は、他の人、外のエクスターナルパブリック、外の人にどうやって知識伝えるか、
サイトが大事、インターネットサイト、ね、それからプレゼンテーションで、大学からいろんな知識、この人は、このチームはテレビの人たちね、このテレビの人たちは私たちの意識とか研究とか全部開けて、ね、伝えてくださいと言ったんで、これこの学長ね、はい、それから英語で全部雑誌を全部何が私研究したか経験あるか全部、ね、シャール全部これは、はい、何をやった、これも皆さん大学世界の大学に送ったんです。ビデオも作ったんですね。これは YouTube で皆さんどうぞぜひねYouTube でこれをただで全部私のノウハウで見てくださいね。DVD も差し上げたんで10個くらい誰が A 取ったら A 取ったらこれもさっき言ったようにインフォメーションシステム、ね、フラッグリスクアセスメントというのは携帯で天気予報みたい、これは洪水予報、ね、もうこの辺はもう洪水ですよ、もうだんだん1メートル、2メートルも行かないでくださいと、インターネットじゃなくて携帯に、ね、システムがアプリケーションがあるんで、これは大学ツアー大 の, エンジニアリングのシステムが、ね、できたんで、これは政府も持ってタイの全部使ってるんです。じゃあこれは私たち の, ウェブサイト、これは全部インフォメーションどうやって、例えば食べ物大事ですね、でも食べないとできないですね、じゃあ食べ物をどうやって保存する、ね、電気がない、冷蔵庫がない、何もない、どうやって保存する、ね、それからリストレーションの家はもうダメだったらどうやって、ね、家をリペアする、それはエレクトロニックとか全部大事なベーシックな食べ物、薬とか今どうすればいいですか。お前だと何か。